衆議院から参議院の方に移っております。特に今回の新年度予算の特徴は、防衛予算がだけが突出して前年比伸びていること、そしてまた年間5000億円は自然増で伸びる社会保障費がおよそ1500億円圧縮をした予算になっているということでございます。中身を見ると、高齢者の皆さんの介護サービス、一定の所得以上の皆さんについて一昨年1割から2割、そしてさらに3割に負担増になることや、扶養を受けていた皆さんがいわゆる保険料の減免をしていた部分について、その減免がなくなることなど、およそ1500億円の高齢者への負担増となっている予算になっています。私どもがずっと問題にしてきました子どもの貧困問題に関わることや、あるいは高齢者の皆さんの無年金問題など、なかなかこの貧困と格差の問題に政治が手をつけるというところにまで至っていないだけに、今後アメリカやあるいはヨーロッパにおける貧困や格差を背景とした右翼的な政治が行われかねないだけに、非常に大きな危惧をしているところでございます。貧困と格差の問題に政治が真正面から取り組むということが、私は必要だというふうに思うわけであります。新年度予算の審議以降は、組織的犯罪処罰法の改正案、いわゆる共謀罪の新設ということが議論の的になります。毎日新聞等でも取り上げられているところでございまして、昨日共同通信などに条文が発表をされております。国際条約を批准し、またテロ対策のためにこの法改正が必要だというふうに説明をされているわけですが、しかし中身がこれまでの日本の刑法の本質である、実際に罪を起こさない限り逮捕を処罰することができないという、この根幹を180度変えてしまうだけに、この法律のそのものの問題ということについて、今日も新米などでは書かれていました。共謀、つまり話し合っただけで、場合によっては心に思っただけで処罰、逮捕処罰することができるのが共謀罪ということでございます。かつて今世田谷の区長をやっています保坂信人さんが衆議院で刑事局長に対してこういう質問をしました。瞬きと目配せは何が違うのか。刑事局長は、瞬きは自然現象で目配せは意思が伴うものだ、しかし外見から見れば目配せだろうが瞬きだろうがそれは変わらないわけでございます。場合によってはうなずきだけでも共謀の事実として、これが逮捕することができるということになります。共謀罪、これを逮捕しようとすると、今度は逆に監視社会が強化される、盗聴やあるいは密告ということが犯罪を立件するための手段になってくるだけに、再び日本が夜景国家になるのではないかという危惧をするわけでございます。共謀罪の新設を含む組織犯罪処罰法の改正案、これは非常に大きな問題があるということをぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。もう一つだけ、オスプレイの飛行訓練の問題についてだけお話をしておきたいというふうに思いますが、沖縄の名護市辺野古沖で、いわゆる垂直離発着式の輸送機である両翼にプロペラがついたオスプレイという輸送機が墜落をいたしました。で、私どもはこのオスプレイは極めて危険な輸送機であるということで、私が長野県議会にいる時においても長野県知事に対して、こ
これは危険な輸送機であるので長野県上空を含む北アルプス上空を含む県内の訓練は極めて慎重に行うべきだ、中止をすべきだということも言ってまいりました。また県の鳥であるライチョウは今2000羽生息数が2000羽を切るという状況になっておりまして、音に敏感なこのライチョウの映像にも極めて重大な影響を及ぼすということで、オスプレイの飛行訓練は行うべきではないということを申し上げてきました。これらに対して長野県や市長会あるいは町村会は防衛省と環境省に対してオスプレイの飛行訓練に関わる情報を開示すべきだということや、あるいは希少生物の保護をしっかりすべきだという申し入れをしているところでございます。しかし現実に3月の13、14、15、16の4日間、浅間山山麓から群馬県、新潟県にかけて関山の演習場に6機のオスプレイが飛行訓練をするという投入をするということになっておりまして、長野県としても防衛省米軍に対して詳細な訓練状況について情報を開示すべきだということを申し入れをしているところでございます。私どもはこの4日にも抗議集会を開催し、また13、14、15、16の4日間現地において監視行動を行うつもりでいますけれども、今後松本市上空を含む北アルプスにおいて飛行訓練が行われないように引き続き防衛省あるいは国を通じて米軍に対してものを言っていかなければならないというふうに思います。今日から3月の声を聞くところでございまして、私の同期の皆さんも退職ということになる方もいらっしゃいます。残り1ヶ月悔いのない仕事をしていただきたいというふうに思いますし、年度末大変忙しい時期でございますので、体には十分気をつけて仕事をしていただきたいというふうに思います。社民党松尾総支部代表の中川博司でございました。ご清聴賜り誠にありがとうございました。